ゃあ、ちょっと何ぐらいですか。まあ、決定権はお客が 100% 持っている。これすごいですよね。まあ、その制限説と制約説、はい、まあ、それを、まあ、教えていただいて、まあ、なるほど、はい、で、やっぱり最後にやっぱ疲れて気になるとかっていうことは、まあ、どの仕事にも共通して必要な問題なんで、はい、確かにね、僕らは簡単に好きはと思いますけどね。しかし世の中にはこれの上を行くとこがあるんですね。よかった、勝間さん、隙間の上、私は隙間事情隙間の事情は何かというと、私の場合は好きになれ、嫌われず、なんだっけ、忘れられずに、うん、何でしたっけ、気の事情なかったっけ、嫌われずです。嫌われずですね。だから気に入られ、気に入られ、嫌われずですよね。気の事情、性格のね、気の事情ですよね。で、実は僕もそう覚えたんですよ、最初は。お客様に、好きになってもらって、嫌われずと思ってたんですよね。でも、気に入られですよね。でも両方大事ですよ。ね、でこれは皆さん見てもわかりませんが、お客さんを跳ねつけるようなことをね、してたらどうなのかというと、これあの中で言いましたが、私こういうセミナーやってまして、会場までですね、URL を貼り付けておいたんですよ。皆さんホームページに来てる方からだから大丈夫だと思ってね、 URL を貼り付けたら大丈夫かなと思ったんですけども、 URL にはっきり書いてるんですよ、地図のね、しかし、来られなかったことあったんですね。だからそれからずっと道順をね書いておきました。それとこれ忘れてはいけないんで、皆さんの会社これ素晴らしいですよね、皆さんの会社ですよね、はい、でなかなかここまでできないですよね。で特にこの写真の方は、で僕は正直で今回あの2人来ていただきましたし、他の方も来ることがあったんで、一応僕はあの会場を決めたら必ず最低1回は下見に行ってるんですね。で懇親会場も下見に行くんですね。だから大体でそれ1回では行って分かんない時あるんで、2、3回行くんですね。それは何かっていうと、迷われた時にどういうふうに道案内したらいいかなみたいなことを調べたんです。で今回作ろうと思ったんですが、時間なかったんで、で斉藤さんありますかってちょっとあったんですよね。逆に失礼しました。いやいやいや、でこれこういう形で作ることによってすごく分かりやすいですね。いかがでしょう、もう一度皆さん。はい、もうメールで送っていただいて、うちのスタッフも見たんですけど、それ見たのかに、あ、この感謝親切だねってこともあって、で今日あのそれだけで動かなきゃいけないです。早いです実践にこう実行に移して結果どうかっていうところが大事だと思って、うん、これを手にして持ってました。はいはい、それが聞きたいですね、一番実際どうだったか。やっぱりあの写真の通りで、さっきも冗談で言ったんですけど、自転車が写ってるうちにやはり同じように偶然だもん、いつも習慣的にこの方を置いてるのかもしれない。あ、そうかもしれない、ね、余裕もできるくらい、とても素晴らしかったです。早速当社でも実践させていただこうかと思ってます。でちなみに当社の場合にはこれ一つだけでは足りないなと、うん、なぜかと言いますと車社会なんですから、ルートが、まあ、もちろんここもいろんなルートはあるんですけど、大体こう電車の場合には駅からできるとね、はい、車の場合は高速からのコースと、それからもう一つが駅からのコースと、でちょっとあの余裕を持ったところで松本城観光の帰りコースっていうのをちょっとシャレで作ろうかみたいな感じで3ルートを考えております。とても素晴らしいので、ありがとうございます。で、こういうことやってると、この会社はやっぱりしっかりしてる会社なんだなっていうのが伝わっていくんですよね。で、そういうのは大きいんですよね。それも顧客対策ということで、この好きはって呼んでますよね。それ思い出した。好きになられ、嫌われず、ワクワクさせて、忘れられずでした。ね、自分です。これも事情ですね。ワクワクですね。これも大事なことですね。はい、こういうのをこうされてるところもあるんですね。もうすごいちょっと応用されて差別化していくわというところです。それでここで大事なのはこの隙間っていうことなんですが、これは万国共通、全てに共通ではないんですね。何があるかっていうと、お客様にはすることは大事なんですね。
まあ、これ客層って言いますよね、合わせ。女だけワクワクしてちゃいけないですね。だからこれでしょ、決定権を持つのはお客さん100%なんでしょ。だからお客さんから見てどうかってことやっとかないといけないんですよ。だからあの皆さんにはここ一番屋さんのニコニコハキハキギビギビって話しましたが、挨拶するってあるでしょ。でも、皆さんのところで話題になってるか分かんないけど、あの博多にあります元祖長浜屋では挨拶しませんね。なんでかっていうと、あのお店に来る人は邪魔くさいんですね。挨拶なんかされたくないんですよ。朝3時ぐらいから働いてるんですよね、あの魚市場でしょ。だから挨拶もされたくないんですよね。だから誰も挨拶しないんですよ。だからこれをお客に合わせるってことは大事なんです。だから、お客様はどうかと、お客様はどうかっていうことは大事になってきます。それで今日後で皆さんに今日の振り返りっていうか学んだところでやっていただきますが、皆さんの資料、今日私の作った資料をお手元にあると思うんですが、これ経営の3つの努力がありまして、ね、これ後で1つやっていきますけれども、その5番付けいただきますか。3つの努力についてはこの間少し話しましたが、2つの戦略努力ってあるんですね。で、2つの戦略努力で、1つはお客様の役に競合より役に立って、お客様から競合よりお金をいただくことが大事なんですね。というのは競争社会ですからね、あのビジネスはですよ。でもう一つはお客様から情報をいただくというところです。でそのお客様から情報をいただくというのは、その情報を盗むんじゃないですよ。どうするかというと、このお客様に対してはどういうふうになったら一番喜んでもらえるかということ、そういう情報を特にもらうことが大事なんです。というのは営業の方とかは、あのドクターとかで忙しい時間とか学会の前とかだったら、ちょっとなんかピリピリしてるとか、あの電話するとこやりやみたいなことありますよね。そういう時たまに外すことってないですか、そういう時間をね。それも何かというと、やっぱそういうことをお客さんに教えてもらうことは大事になってるんですね。あるいはあるですね、製薬関係の営業の人なんですが、まあ皆さん医療関係だったんでね、すごいのはドクターのビールの好みまで分かってて、泊まるホテルにはそのドクターの好きなビールの銘柄をですね、冷蔵庫にドワーッ並べた人いるんですよね。あの製薬関係のナンバーワンの売り上げだった人ですけどね。そういうこともいらっしゃいます。でやっぱりそれをお客様に合わせることは大事なんです。あのただしこれは最初に言ってきますが、何でもかんでもお客様に合わせる必要ないんですかね。やっぱりやる限度がありますからね、あのやりすぎちゃいかんということで、あの逆にあの武田先生は意表をつくサービスということを言われてますけど、お金をかけないことも大事だと言ってますね。あのお金かけるとね、逆に疑われるんですね。そうですよ、この会社ここまでできるんだったら、よほど儲かってるんじゃないかということで、逆にですね、もうちょっともらっていいかなみたいな気持ちなんですね。だから逆にお金かけないで工夫した方が、まあ、これお金かかってないかどうか別として、やっぱり工夫ですよね。逆にこういうものをお客さん喜ばれるのと、もう一つは人間できないことをやり続ける相手に対して敬意を表するんですね。だからあのお礼はがきなんかあれやり続けたらね、こう尊敬で見られますよ。で今日ね、本当は来ていただくはずだったんですが、三河さんって皆さん、あのどういう方ご存知でしょう。でこの方はあの企業3年で3億の売り上げだった方なんですが、彼もお礼はがき書いてるんですよ。ほんとすごいのは、契約いただいたお客さんにはなんと手書きの便箋で書いてるんですよね、あの手紙を、はがきじゃない。で彼は言うのは、手のひら返しってのが起こるそうですね。あの手のひら返しじゃないかというと、彼のところの営業がちょっと変わってて 100% 飛び込みなんですよ。あの見込みのあるお客さんのところにもう必ず飛び込むんですよね。でそれで用事なかったらすぐ帰るんですよ。でも一応見込みあるお客さんなんだけど、あの行くとですね、最初はもうつんけんどんって言いますか、もうそっけどくこう返されるそうなんですね。でも、俺はがきとか毎月書いてるそうです。まあ、彼の場合、よもやまはがきって言って、そのお客さんに役立つような情報をちょっと書いてね、あの流通業界でいろんな事例を送ってるんですよ。あのはがき1枚でしょ。で、そうすると、3ヶ月ぐらい経って訪問すると、なんか手のひら返しですごい丁重に扱ってもらうと言ってましたね。だから、やり続けることが一つ大事なんですね。で、やり続けることによってどうなるかというと、この人はこんな簡単なことでも、まあ、特にはがき書くって難しいことでしょ。皆さんも書いてると分かると思いますけども、その時ね、それが敬意に変わっていくんですね。そうすると逆にそれがあの受験する時の信頼関係につながっていくこともあります。そういった意味でお礼はがきなんかあの大事なポイントになっていくんですね。それはまたじわじわ、あの皆さん言いますけど、じわじわ聞いていますので、あの分かっていただけると思います。はい、それではあの決定権 100% お客さんにあるということですね。もちろん拍手を。
それじゃあ